お疲れ様です。ラフチャンネルのありまです。今日の動画はですね、もう本当引っ越し間際で、まあいろいろね、今配置とかもなんか詰めるのにこう積み上げたりだとかいろいろ下ろしたりねして、部屋なんかごちゃごちゃになってますけど、もう引っ越し間際で、明後日ぐらいにもね引っ越すんですけれども、紹介するタイミングをね、見失ってまして。飼育してたんですけど、皆さんにねまだ全然紹介してない生態がねいましたので、そちらを今回はお見せしたいなと思います。まあそんなめちゃくちゃ新しい生き物ってわけではないので、まあそういうシリーズかって感じはすると思うんですけど、まあかなりね綺麗な個体なので、ゆっくりね見てっていただけたらなと思います。それでは早速ね、お見せしたいと思います。はい、じゃあね、密かにお迎えをして飼っていて紹介するタイミングを逃してね、皆さんにお知らせしてなかった生き物がこちらになります。はい、デューって書いてますね、ボールパイソン専門店デューレプタイルズさんからお迎えしてた子なんですけど、こちらですね。うわやば、改めてお迎えした時のケースに入れて登場してもらいました。こちらの子、パステルエンチレオパードクラウンというね、モルフのボールパイソンです。パステルエンチレオパードクラウン、マジで綺麗なんですよこの子本当に。でもしかしたらねこの子見て、あれどこかで若干見覚えあるなっていう人がねいるかもしれないんですけど、実はねこちらの子、デューレプタイルさんの YouTube チャンネルでオーナーのひろあきさんが海外に行かれた時にですね、ウィルバンクスさんのところのね、訪問動画に実は映ってました。こちらの映像ですね。そうなんですよ、僕もね動画見てて、あれこれうちにいる子じゃないと思って改めて見比べて、で実際にねデューさんのところ確認してみたら、あ、まさしくこちらの子でして、そう実はこの子ね、ウィルバンクスさんのところのパステルエンチレオパードクラウンということがね、わかりました。ちょっと出してみましょうか。はい、かなりかっこよくないですか。これ頭のこの模様がね、なんだろう、なんか槍みたいで結構好きなんですよね。槍というかなんかこう、わかるかな、めっちゃかっこよくないですかこの頭の模様ね。でやっぱこの色合いもいいよね、黒いところはしっかりベタ塗りの黒だし、サイドちょっとグレーでなんかこう霞んでるというか焦げてるような感じになって、徐々に徐々にお腹の方に行くにつれて明るくなっていくという感じで、めちゃくちゃ可愛いです。ちなみにこちらの子ね、オスですね。いいオスだ。クラウン系はね、いろんなモルフね、複合モルフいますけど、やっぱどれも顔がかっこいい、顔がかっこいいし、まあやっぱね柄の感じもやっぱいいですね。めちゃくちゃ綺麗だ。まあこんな感じでね、実はうちには合計26匹のボールパイソンですねがいます。まあまさかね、僕も1年半ぐらい前かこんなに増えるとはね思ってなかったんですけど、まあうちにいるボールパイソンのまあ半分ぐらいがクラウンのボールパイソン、まあその他他はねいろいろパイボールだとか雑多で言いますけど、大体半分がもうボールパイソンの中でもクラウンが占めているという状況で、いやほんと綺麗だな、この子マジで柄かっこいいわ、めちゃくちゃ良くないですか。うわーかっこよ、ずっと見てられるわ。まあ今後ね実はボールパイソンはね、まあ、新居に引っ越した後もいろいろとどういう風に進めていこうかとかね、計画をしていることもいろいろ多々ありまして、ボールパイソン好きだとか、まあ、ちょっと気になってる、興味あるけどまだ手出してないような人たちにとってはかなりね、楽しめるような情報提供、まあ、動画としてのねコンテンツ提供がねできていくんじゃないのかなと思いますので、ぜひボールパイソン気になってる人、今飼っててハマってる人はね、ラフチャンネル登録して楽しみに待っていてください。引っ越すことによってかなりできることの幅が広がりましたので、まあ今までのねこの狭い部屋での動画投稿
動画作りだけじゃなくて、結構規模の大きいこととかもね、たくさんやっていけますので、楽しみにしていただけたらなと思います。いや、ほんと綺麗だな、この子からマジで良くない？ちょっとアップで見てみようかな。いや、マジで綺麗だよこれ。この子はもう触られ、こねくり回されて勘弁してくれって感じかもしれないですけど、めちゃくちゃかっこいいですよこの子、本当に。でオスはね、まあ何匹か結構ねいいやついたんで、お迎えするか悩んだんですけど、このねバステルエンチ レオパードクラウンはかっこよすぎでしょうと思って、もう即答で買いますということで、はい、おすすめしていただいた、あ、コロ店長ね、ありがとうございます。コロ店長がおすすめしてくれなかったら僕はこの子買ってなかったと思うので、非常にね嬉しいですね。ということで、あの今回ね、映ってたこちらのこの子ですね、パステルエンチレオパードクラウンが映ってた動画、デュエレプタリスのね YouTube チャンネルの方でも、あの海外編ということでアメリカ編ですね、あのかなり有名なブリーダーさんたちのところのファームに訪問、ひろあきさんが訪問して、でファームの中の映像とかね、いろんなボールパイソン、もう日本じゃとても見られないようなハイレベルのねボールパイソンたちのモルフをねたくさん見ることができる動画がデューレプタイルさんのチャンネルの方で、ね、上がってますので、正直ね、あの3本目のねやつがやばかったね。キノバさんのところだったからめっちゃすごかったな。3本目の動画がめちゃくちゃすごかったです。まあ、なのでぜひね、気になる方はね僕の動画見た後ね、そちらもね見てみてもらえたらなと思います。多分ね映像としてはかなり貴重というか価値のある動画になってると思うので、まあ普段見てない人でもその動画だけでもね見るのは価値があるんじゃないのかなと思います。非常にね面白いですね。やっぱ日本と規模が全然違いましたね。全然日本と規模が違う。いや、かっこいいねこの顔よ。めちゃくちゃいい顔してんじゃん。ヘッドスタンプもいいよ、いい柄してるよ。ほんとボールパイソンっておとなしいですよね。こんなにさサワサワしてさ、まあいいことではないんだけど、おとなしくねしてくれて噛むこともなくね、いい子だ本当に。美しい、めっちゃ美しい。かっこいい。はい、ということで本日の動画はこの辺にしておこうかな。はい、まあ今回ね1匹だけの紹介ですし、まあこれ飼ってましたよっていうだけの紹介なので、まあそんなね動画としては長い動画にはならなかったかと思うんですけど、ボールパイソンね、ちょっと年末かな、うち今何がいるのかっていうのを多分分からなくなってる人たちもたくさんいると思うので、ちょっとまとめてねうちにいるボールパイソン改めて紹介動画とかね作りたいなと思います。まあこの間ちょっと作ったんだけど、さらにこの間作った動画からあの引き数もね増えまして、一気にね最新情報バージョンアップしてますので、まあ定期的にねボールパイソンなかなか動画にしづらいので、そういった形で皆さんにねお見せする動画をね作ってもいいんじゃないのかなと思ってます。ということで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。